ございました。ちょっとだけこの曲の話をしたいなと思います。人がいっぱいいる中でいろんな出会いがあって、特に音楽とかしてたりこういう場所で、普段出会うはずのない藤井さんの友達とか、ご家族とか私のお客さんとかいろんな人と出会う中で、一つ一つの、出会いとかに感謝しなくなってきてる自分がいるなとふと気づいた時に、身近にいる人をこう笑顔にもできないのに歌ってる資格なんてないやと、すごく落ち込んだ時期もありまして、でそんな時に、支えてくれてた、女の子の友達親友がいてね、すごい彼女が、支えてくれて、私も音楽よっしゃやり直そう、一から今からみんなと裸で接するようなボーカリストになろうって思って、思ったのが去年の9月にあったワンマンライブでした。で、その時に、逆に今度は彼女がすごく自分のことで苦しんで泣いていたので、生まれて初めて女友達に、何かしてあげたいと思って書いた曲を今日は、ここにいる皆さんと藤井さんのために歌いたいなと思います。離れてても空を見上げたらそれで遠くにいてもつながってるよというそういう曲です。今日本当にありがとうございました。最後の曲聴いてください。空、thank you.
とうございました。アーカイブでした。この後も楽しみに帰ってください。花ちゃん、ありがとうございました。